弁護団が札幌市裁に入っていきます。これから運航会社と社長を相手に提訴します。事故から2年2ヶ月余り、家族の戦いは司法の場に移ります。一昨年4月、知床沖で沈没した小型観光船カズワン。 乗客乗員二十六人のうち、二十人が死亡。六人は行方不明のままです。この度はお騒がせしまして、大変申し訳ございませんでした。乗客十四人の家族ら、合わせて二十九人は今日。知床遊覧船と桂田精一社長に対し。損害賠償を求める訴えを起こしました。 請求額はおよそ15億円に上りますシュレトコ遊覧船と桂田代表の法的な責任を明らかにして原告らが被った全損害を賠償させることになります同時に裁判という公の場合において 桂田代表の真摯な謝罪を強く求めますこれは亡くなられたご家族と残されたご家族の尊厳の問題なんです訴えの中で原告団が厳しく指摘しているのは桂田社長の安全警視の姿勢です 幾重にも厳重に定められている安全管理・運行管理上の義務についてことごとく無視・軽視していた本件事件は起こるべくして起きた事件と言わざるを得ないこの裁判に参加するのに際し苦渋の決断を下した家族もいます。 製造の可能性も厳しいというのももちろん分かっていますでもやっぱりもしかしたらってそういう気持ちはではいますカズワンに乗っていた当時7歳の息子は今も行方不明のままただ原告団に加わるには遺族となる必要があるため今年2月戸籍上 息子を亡くなったものとする認定志望を届け出ました裁判に参加する理由それは桂田社長と直接向き合うためです桂田は他人のせいにして船長が悪いとか国も悪いとか言い逃ればかりして しっかりと自分の罪を認めて責任を取ってもらいたいです訴えを起こした家族らは勝良田社長の責任これを強調していますこの点について勝良田社長はこれまで現場に出ているときは船長判断で全てが決められる出向の最終判断は安全管理規定に基づき船長が行ったなどと 責任逃れと取られかねない姿勢を貫いてきました。被害者家族らは、今日札幌地裁に提出した訴状で。桂田社長は、社長、安全統括管理者、運行管理者という三つの職務をすべて兼務し。船長を指揮監督できる唯一のものだった。こうしたことから、民法の規定によって、桂田社長は損害賠償責任を負うなどと指摘し。桂田社長は。 船長と連帯して責任を負うと主張しています桂田社長は事故直後の会見以降一度も公の場に姿を見せず口を閉ざしたままです何より誠意ある謝罪を家族は求めています